深夜のカラオケ、投稿者は歌の合間に携帯電話で写真を撮っていた。特に盛り上がっていたわけではなく、夜も遅いため居眠りをする者も出始めた頃、写真の画像をチェックした投稿者は思わず声を上げた。そこにはカメラを覗き込む不気味な男が映っていた。投稿者たちはすぐに部屋を出たが、その翌日から投稿者の携帯電話は使えなくなってしまったという。太平洋を一望できるこの廃ホテル、一部では有名な心霊スポットである。若さゆえの好奇心に駆られた投稿者たちは勇んで足を踏み入れた。彼らは少しの恐怖も感じないまま、隙間風の吹くホテルの内外をフレームに収めた。何かが映っているとは気づかずに。過去のにぎわいを連想させる打ち捨てられた遺品が辺り一面を覆っている。これらの放つどこか悲しげな空気は儚くも潮風に吹き消されてゆく。その場所に足を踏み入れた時、あまりの美しさに息を呑んだ。潮の香りに包まれた彼らを呪う者など何もいない。そう思い込んだのも無理はなかった。ここは気軽に遊びに来るところではない。